はい、どうも皆さんこんばんは、世界レベルですということで、本日なんですけれども、この方ですね。はい、木村和也さんということで、男性3人目、高橋義明さんと、それから誰だっけ、皆淵和樹さん、に続いて3人目、の方なんですけども、私ね、木村和也さんは大好きで、まあ、大好きになったきっかけっていうのは、ある一つの作品なんですけど、まあ、それはね、後々、触れていきたいと思いますということで、このチャンネルではですね、まあ、昭和の時代に活躍されましたアイドルの皆さん、について懐かしくお話ししていくということをやってますんで、皆さんよろしかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますということで、早速やっていきたいと思います。まずデビュー曲いきますかね。まあ、木村和也さんというのはね、毎度お探せしますで出ていらっしゃって、まあ、ドラマとかね、映画とか、V シネマ中心に活躍されているんですけども、シングルもね、3枚ほど出されておりますね。まずデビュー曲が、俺たちだけの約束かですね、という曲でデビューと。ちょっと印象残ってるのが、夜のヒットスタジオだったかな、夜ヒットだったと思うんですけど、お父さんのね、横山やすしさんと一緒に出演されてまして、横山やすしさんがね、まあ、俳優の方が息が長いから俳優で行ったらどうだっていうふうに、息子には言ったんだけども、どうしても木村和也さんがね、俺は歌でやっていくんだってことなんで、まあ、歌を応援することにしましたみたいなコメントをね、されてたのがちょっと印象に残ってるんですが、まあ、さすが横山やすしさんという形で、まあ、その後ね、やっぱ俳優さんとしてぐっと活躍されていくわけですけども、やっぱり木村和也さんってなんていうのかな、自分の実は2つ上ぐらいなんですよ。なんでちょっとまあ、かなり近しい年齢のお兄さんということがあって、まあ、その頃ほらバンドとかね、いろいろあったりしたんで、やっぱり歌でね、活躍していくのってかっこいいななんて自分も思ってたんです。だから木村和也さんの気持ちもすごく分かって、まあ、その時は、まあ、歌でやっていこうとね、いうことだったんでしょうということですね。はい、それから、まあ、2枚目のシングルが輝くお前というシングルを出してまして、3枚目に漂流記というですね、ウェルタ、福田健吾さんがね、主演されて、まあ、プロボクサーの、当時プロボクサーのアイドルボクサーという、アイドルボクサーって言っていいのか分かんないですけど、まあ、かなり人気のあったね、まあ、現役のボクサーが主役をされていた、映画の、まあ、主題歌ですかね、を担当されていたということです。ということでシングル3枚、出されていますね。はい、それからですね、当時木村和也さんやっぱりまあ、ラジオもやられてまして、で、まあ、木村和也のギリギリツイサンドシャウト、ツイッサンシャーツイッサンシャーみたいなジングルが流れてた記憶があるんですけども、よくそれもね聞いてましたね。確かね、印象残ってる回としては相良春子さんがゲストに来てたと思うんだけど、どっちだったっけなまあそんなところでね、相良春子さんに好きな彼氏にやっててほしい、スポーツは何だなんて聞いて、空手なんて相良春子さんがね答えてたっていうなんか頭に残ってるんですけどね。まあ、ラジオの方もね、やられてたということで、それからドラマなんですけど、ドラマはもちろんね、毎度お探しします、毎度お探せします2、これを中山美穂さんとやられてたり、して、まあ、そこからね、出てきた感じですよね。それから、あと、月曜ドラマランドなんかで2回ぐらい主演されてて、なんだっけ、赤胴鈴之助だっけとか、あと、包丁に味平とかね、の主演をされていたかと思います。その後もね、ドラマいくつか、出られてました。例えば、10年愛とかね、ダウンタウンの浜田さんとか、田中美佐子さんだっけ、大江千里さんとかもね、出られてたドラマとかにも出てらっしゃるし、まあ、その他にもね、いくつか、ね、ドラマ出てらっしゃいます。それから、まあ、本格的に、俳優さんっていう風にね、感じ始めた、やっぱり映画ですかね。まずシャコタンブギーに出てましたね。工事役か。うん。シャコタンブギーってどっちかというと、初めが主演っていうような感じがするんですけど、まあ、ビジュアル的にね、かっこいいような感じは、
サブ主人公というかね、工事なんで工事役で出られてまして、当時ね、あとベスト10かトップ10かどっちかわかんないんですけど、どの曲かな、輝くお前じゃない、漂流記かな、司会の方の、質問でですね、今何か欲しいものはあるかっていう質問に対して、車って答えてたんですね。で、車って答えて、どんな車がいいのって言ったらね、すぐにね、箱スカって答えたんですよ。やっぱりこれ、シャコタン武器がね、影響してるのか、わかんないですけど、やっぱ当時ね、やっぱ車とか、自分たちもの欲しかったんで、それから旧車ね、旧車で憧れがあったんで、木村和也さんのね、気持ちもかなりわかるなということでね、かなり親近感を覚えるコメントだったと記憶してます。あとですね、さらば愛しき人よって、ね、郷ひろみさんが、ヤクザ役っていうかね、を務め、られた、映画で、これまた結構面白かったんですけど、安岡力也さんが出てたりとか、内田裕也さんがちょっと出てたりとか、ね、佐藤浩市さんが出てたりとか、それの郷ひろみさんの弟分的な役割で、すごいね、豪華なメンバーの中でやられた面白い映画でしたよね。それからウェルターって僕ずっと当時ウェルターだと思ったんですけど、ウェルターだったんですね。まあどうでもいい。先ほどお話した漂流記の合主題歌になっている、福田健吾さんという方、その時かなり人気のあったね、かっこいいボクサーの方が主演された、ね、映画にも少し、出演もされていると。それからいつかギラギラする日ね、ありましたよね。あとは、ペインテッドデザート。これはね、ちょっと後々お話しするタフシリーズの映画版になるんですけど、ペイントデザートで主演されていた、あと5人とかね、ありましたね。それから、なんだっけな、よみがえる勤労か野獣シスペス、どっちかだったと思うんですけど、の主演もされてるんですよね。ちょっとうろ覚えでごめんなさい、レンタルビデオで借りてね、見た記憶があるんですけど、それもね、すごくね、役に合ってて、素晴らしい演技だったと思います。松田優作さんの代わりをやるのに本当にいい俳優さんだなというふうに感じましたね。それからね、なんといってもね、これ今日お話したいのはね、メインここなんですけど、木村和也さんの出た最高傑作だと自分は思ってます。これがね、V シネなんですけど、なぜ V シネだったのか、もう映画でね、やってほしいぐらいのクオリティ、ストーリーもそうだし、出演されている方もそうだし、というのがあります。タフというね、V シネマの、ドラマというか物語なんですけど、で全部でね、シリーズ5作ありますね。誕生編、復讐編、ビジネス殺戮編、知能収穫編、殺しのアンソロジーと、平たく言うと殺し屋の話なんですけど、何も知らない青年が殺し屋になっていく話、その中でお師匠さんが殺されちゃったりとか、その敵を討ちをしたりとかね、それから本格的に殺し屋としてビジネスでやっていくとか、その中でですね、自分のを殺した人のですね、亡霊に取り憑かれて悩む様子とかね、いろいろありまして、で共演がね、安岡力也さんとか三原淳子さんとかね、素晴らしいメンバーなんですよ。でね、なんていうのかな、殺し屋ってちょっとね、自分たちからはちょっとかけ離れた存在みたいになるんですけど、それがやけにね、リアリティがある、こういうことあるのかもしれない、あるなっていうような思わせる展開だったりとか、あと音楽がね、非常に素晴らしいです。その音楽が聴きたいがゆえにね、もう何回もね、レンタルビデオで、ね、だったんですけど、VHS 借りてきて見たという記憶があります。それから、なんといっても木村和也さんの演技が素晴らしい。若くして、しかもちょっとダークな、世界に入り込むわけなんですけど、その成長の過程とかね、それがとっても素晴らしかったと思いますね。それで一気にね、木村和也さんがね、もう大好きになっちゃって、今までももちろん知ってたんですけども、一気に大好きになっちゃったっていう作品が、そのタフという作品です。で、このタフなんですけども、先ほどちょっと映画の時に取り上げたペインテッドデザートっていうのがタフの劇場版になるんですけども、劇場版ではね、アメリカに、渡って、殺し屋稼業をやるという、ウェルカムトゥメジャーリーグみたいな感じなんですけど、それがね、ちょっと賛否分かれるところがあると思います。というのは、今まで のストーリーとちょっと違って、やっぱり海外っての作品ということもあって、ちょっとなんていうんですかね、ダーク
ックな部分が薄くなってるような感じが自分的にはしたんでね。まあそこはちょっとね、まあただね、見て面白いことは面白いんですよ。まあタフをね、予習として知ってから見た方がいい作品かななんて思いますけど。まあ、最近ではね、木村和さんまだね、元気バリバリで活躍されてまして、まあこれからね、まあ年を取ってもね、いい俳優さんとしてね、いろんなね、素晴らしい作品に出てほしいと思うんですけども、本当にね、皆さんタフ見たことなかったら、ね、ぜひ見てください。木村和也さん大好きだと思います。ということで、本日は木村和也さんを取り上げさせていただきました。本当にね、素晴らしい俳優さんになられた、まあ元アイドルと言っていいのかはわかんないですけど、方だと思います。もう決してね、横山やすさんの息子さんってだけじゃなくて、本当にね、素晴らしい俳優さんになられたんだなっていうような。感じがします。ということで本日もご視聴どうもありがとうございました。世界レベルでした。